UDF ポリスキー氏の紋章 UDF ポリスキーは、ロシア連邦、ブラジーミル州の古い都市。州都ウラジーミルから北西六十八キロメートルの位置にあり、クリア島川支流のコロクシャ川上流に面する。人口は、二千二年国勢調査で1万9九0 6人。セーヌ・ヨルギウス制度を。モンゴル襲来直前に建てられた、石像建築、UDF ポリスキーは、 1152年にユーリー・ドルゴルーキー校により建設された。ユーリーエフとはユーリー校の守護聖人である聖ゲオルギウスを意味しており、一方、ポリスキーは草原のを意味し、この地方の名称でもある。これは他のユーリーエフを称する町との区別のために付けられていた。同時期にユーリー・ドルゴルーキーによって作られたとされる町々と同じく、 ユーリーエフ・ポリスキーも中心にクレムリのある城郭都市であった。1212 12年のウラジーミル・スーズ・ダリ大公、フセボロド3世の死後、ユーリーエフ・ポリスキーは、ムツオのスビアトスラフに与えられた。1216年にウラジーミル・スーズ・ダリ大公の座を巡り行われた大規模な戦闘、リピザの戦いはこの付近で起きた。スビアトスラフは、 現在のユーリエフポリスキーの街のランドマークともなっているセイゲオルギウス聖堂を建設させた。これはモンゴル帝国のルーシ侵入以前に建てられた最後の石像建築で石の彫刻の多さでは洗礼がないほどであり、モスクワのクレムリンにおける最初の石像の聖堂のモデルにもなった。1460年代に聖堂の屋根が崩れ、 聖堂の壁に飾られていた彫刻の多くも失われたが、屋根は1471年にモスクワ大公国の建築家、バッシーリー・エルモリンにより修復されている。1238年には UDF ポリスキーはモンゴル軍により略奪、破壊され、その一世紀ほど後にモスクワ大公国に併合されているが、モンゴル軍により破壊されたまま長らく再建されず、 16世紀頃から大天使ミハイル修道院の再建とともに街並みも再建されていった。ユーリーエフポリスキーはスーズダリ地方とモスクワ島を結ぶ街道沿いの交易拠点として栄えたが、主な産業は農業であった。モンゴル襲来以前の建築であるセゲオルギウス制度が街の代表的な見どころであるが、 後年の修復が多く元来の建築部分はあまり残っていない。モスクワ大公国時代の主な建築としては、城壁で囲まれた大天使、ミハイル修道院がある。元は13世紀に開設されたが、17世紀から18世紀にかけて多くの建築が追加されている。ユーリーエフ・ポリスキーの郊外のヤフロマ川下藩には、コスミン修道院が立ち、17世紀半ばの 典型的な建築様式を残している。街の周囲には大きな工場は少なく、繊維や食品などの工場が若干見られる程度である。20世紀後半以降、古い聖堂や修道院などの観光が主な産業になっている。ありがとうございます。